ですが、あのゴールシーン振り返っていかがでしょうか。いや、もうひろきが前線に駆け上がって、そこから中に思い切り入ることができたので、まあ、いい形で点取れたかなと思います。加入後にも素晴らしい活躍を見せておりますが、あの現在の自分の調子、コンディションいかがでしょうか。そうですね、入ってからでも連勝できてるんで、それは本当に、まあ、いい結果につながってるかなと思います。ここからまた厳しい戦いが続きますが、セーフティーに向けてのまずは意気込みをお願いいたします。まあ、昇格に向けてもう全部勝つつもりでこれからもやっていくので、これからもよろしくお願いします。合わせてサポートが見るのも一言メッセージお願いします。また次も決めて勝ちたいと思うので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。徳島明選手でした。では皆さん拍手でお迎えください。背番号28番大本原玄斗選手です。さあ、前半リードされる展開の中で貴重な1点目を受けました。まずはお疲れ様でした。お疲れ様です。まずゴールシーン、まず振り返っていただいてよろしいでしょうか。まあ、当てるだけでしたね。でも驚いたのが今季初ゴールなんですよね。そうですね、はい。初ゴール以上の活躍を本当にされていたので、そこに驚いたんですけれども、ご自身 の、 活躍ぶり自分で評価していかがでしょうか。いや、全然こんなんだったらまだそのチームの目標が達成できないと思うので、もっと頑張らないといけないって自分にずっと言い聞かせてます。では改めまして、次節への意気込みとファンサポーターへのメッセージもお願いします。もっといいゲームができると思うんで、まあ、僕らは練習でより上手くなるだけなんで、本当にまた1週間いい準備して、また次もしっかり勝てるようにいい準備していきたいなと思います。はい、ありがとうございました。背番号28番表原玄斗選手でした。拍手お願いします。アンドさん、皆さん拍手お願いします。背番号33番阿部拓実選手です。本日も試合を決める素晴らしいゴールでした。まずは試合振り返っていかがでしょうか。そうですね、まあ、お互いこう点の取り合いだったんですけど、最後のところでこう自分たちらしさを見せられてよかったかなと思います。そしてご自身としても2試合連続の得点となりますが、ゴールシーン振り返って改めていかがでしょうか。そうですね、まあ、うちはしっかり分析の人とかもいるんで、まあそこのところがチャンスあるっていうのを言ってたんで、もう積極的に取りに行こうかなと思って、それが形になってよかったです。そして阿部選手としては栃木市に在籍3年目となって、昇格への思いもどの選手よりも強いと思いますが、改めて次節への意気込みを出してください。そうですね、この連勝をやっぱり生かすのも、まあ、やっぱ次の試合も勝ってだと思うので、しっかりまた1試合1試合勝っていっていると思います。では最後にファンサポーターの皆様にメッセージをお願いします。また今度はアウェーなんですけど、しっかりその試合も勝って、またホームに帰ってこれるように、頑張るので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。背番号33番阿部拓実選手でした。大きな拍手お願いします。嬉しいですね、4点もあるとね、インタビューも大変ですね。全然苦痛じゃないですけどね。はい、改めましてお待ちでお迎えください。背番号23番吉田敦選手です。どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。貴重な2得点目ということでしたけれども、もっと後半開始と同時の奇襲とも言えるようなゴールでしたが、あのシーン振り返っていかがでしょうか。そうですね、開始早々に点取ってチームに勢いづけれたので良かったです。その後も本当に数多くのプレーで魅了してくれましたけれども、試合全体振り返っていかがですか。そうですね、大事な試合だったんで、今日は特にそれで勝って、まあ、勝てたのは大きかったので良かったです。それでは改めて次節への意気込みとファンサポーターへのメッセージもお願いします。次も大事な試合が続くので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。背番号23の吉田敦選手でした。さあ、最後に今谷監督にお越しいただきました。皆さん拍手お願いします。では改めまして、今谷直樹監督にお話を伺いたいと思います。まずはお疲れ様でした。ありがとうございます。4対2で6連勝となりました。試合振り返っていかがでしょうか。そうですね、まず素晴らしい相手チームに、いい試合をしてくれできたことに非常に感謝します。なのでやっぱ相手が、ね、素晴らしいからこそこういういい試合ができるので、皆さんにとっていい試合になったと思います。
相手チームの東京23市も早い攻撃で得点力のあるチームでしたけれども、どんな対策をされていたんですか？まあ、対策、まあ、もちろん相手のことは常にリスペクトはしますけども、あの我々はやっぱりやることは自分たちにフォーカスしているので、自分たちが、やることっていうのはシーズン当初から、やり続けてますし、まあ、言うのは簡単ですけども、それをやり続けてきた選手たちをやっぱ褒めたいですね。ありがとうございます。それでは最後に次節へ向けての意気込みとファンサポーターへのメッセージをお願いいたします。はい、雨の中、ここの方ですね、会場にお越しになった方は非常に本当にありがとうございました。まだまだ、シーズン続きます。そして関東リーグ、まあ、今日の試合も見て通り簡単な相手は、一つもなくて、そのためにもやっぱり我々は 1% でも毎日成長続けることが大事だと思うので、またいい試合できるように準備していきます。応援、続きよろしくお願いします。今谷監督でした。皆さん拍手お願いします。はい、というわけで本日は今谷監督と得点を決めた全選手にお話を伺いました。皆さん最後まで残ってお話聞いてくださってありがとうございます。そして最後の最後ですいません、本当にありがとうございました。皆様の声援あっての勝利だと思います。本当にありがとうございます。では改めて次節へ向けて の、はい、あのお知らせをしてまいりたいと思います。まずは来週8月28日日曜日には関東サッカーリーグ今季5節ジョイフル本田つくば FC 戦が関所チャレンジスタジアムにて17時キックオフで、開催されます。そしてここシティフットボールステーションでもパブリックビューイングを開始いたし、実施いたしますので、ぜひ現地まで行くのはなーという方はパブリックビューイングに遊びに来ていただければと思います。今回は私も実況の方で、ね、お邪魔させていただきます。そして9月3日土曜日は関東サッカーリーグ後期6節エスペランサ SC 戦がホームゲームとしてここシティフットボールステーションにて17時キックオフで実施されます。この試合は毎年恒例のパクチーコラボデーとしてですね、パクチーユニフォームを着て選手たちが戦いますので、ぜひ皆さん応援に駆けつけてください。さあというわけで改めて本当に今日は皆さん熱いご声援ありがとうございました。もうね、本当に強い相手でしたけれども、今日の勝利はかなり大きいと思います。ぜひ、このまま1位を保ち続けるためにも最後まで熱いご声援をお願いできればと思います。本当に今日